成いたしました。ただいまより2012年に活躍し最もファンに支持されたレースクイーンをファンの皆様の投票で決める第3回2012日本レースクイーン大賞の授賞式を始めさせていただきます。私はこの司会進行を務めさせていただきます佐々木真澄と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、昨年に引き続きの開催となります第3回2012日本レースクイーン大賞は、日本を代表する自動車オートバイレースである全日本選手権オールヤン日本、スーパー GT、スーパー耐久シリーズや全日本ロードレース選手権、鈴鹿8時間耐久レース、ドリフトコンテストの頂点 B1 グランプリで活躍した多数のレースクイーンの中から100名をノミネート。2012年に最も輝いたレースクイーンは誰かという投票をファンの皆様に。昨年の11月から雑誌携帯サイトを利用して投票をしてもらいました。ファンの皆様には多くの投票をしていただき誠にありがとうございました。本日はファンの皆様から多くの投票を集め、栄えある第3回2012日本レースクイーン大賞に輝いた5名のレースクイーンの発表と授賞式をこれから行いたいと思います。2012年日本レースクイーン大賞最後の受賞者は大山美穂さんです。おめでとうございます。皆様拍手でお迎えください。大山美穂さんの勝ちレースは、太陽も微笑む日本のルースマイル。フォーミュラ日本のレースクイーンとしては、スノックをイメージがあるスーパー耐久シリーズでは日本ガールとしてご活躍されました。日本ガール、トロフィーの贈呈となります。おめでとうございます。大山さんも昨年に引き続き2度目の大賞受賞となります。それでは大山さん、受賞された感想をお願いいたします。皆さんこんにちは。2012年スノコイメージガールの大山美穂です。日本丸、ありがとうございます。またこの東京オートサロンのレースクイーン大賞のファイナルステージで、またこの大好きなスノコの衣装を着ることができて本当に嬉しくて、本当に幸せです。それも今まで支え続けてくれた皆さんがいてくれたからこそだと思っています。本当にありがとうございます。私は3年間スノコイメージガールとしてレースクイーン活動をしてきて、最初は右も左も分からなかった私を、いつも周りの方たちが支えてくれて勇気づけてくれたおかげで、私はいつも笑顔を絶やさずに頑張ることができました。そのおかげでレースの魅力に触れることができ、会社を愛すること、チームを愛することを学び、そして出会ってくれた一人一人の人を大切に思いながら、一つ一つ大切にお仕事をすることを学びました。私はこの3年間でかけがえのない仲間を見つけることができました。今日はこのステージから感謝の気持ちを込めてお礼を言いたいと思います。大山美穂と出会ってくれて、一緒に頑張ってくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。さあ、ここで見事2012日本レースクイーン大賞を受賞したトップレースクイーン5名が揃っております。